じゃあこのままあれ行きましょうか,か、はい、じゃあこんなニュースありまんにゃは行きましょうかはいね、ね、んまあなんか面白いよこのニュースー、えー、函館のことなんですけど手塚治虫の作品を学習した人工知能 AI と<ー>、えー、漫画を共同制作するっていうプロジェクトがあるみたいでそれが手塚2023っていうらしいんやけどまあ、でこの<ー>、えー、手掛けた漫画があの無免許の天才外科医が活躍するブラックジャック この新作を手掛けたんだって22日の発売の「週刊少年チャンピオン」に掲載するそうなんだから AI と共同作業した「ブラック・ジャック」の新作が「週刊少年チャンピオン」に掲載され,、えー、されてるわわ、えー、放送時されてんだわでこのプロジェクトに函館市の公立函館未来大の村井一教授が道内の研究者として唯一参加したんだって。 で新作は32ページの読み切りでタイトルは AI が決めたああ AI 決めたのタイトル「えー、手塚2023ブラック・ジャック機械の心臓ハートビートマーク2」っていうらしいでブラック・ジャックが AI を使った機械の心臓を移植された患者を手術する物語 AI に手塚治虫を学習させてシナリオやキャラクターを新たに作りクリエイターが作品を仕上げたシナリオ分析を担当した村井教授は手塚先生には及ばないが技術的には手塚作品のテイストを表現することが可能になったって え実験ととししてては成功だと話してるすごいる、ね、まあでもこれあれだよ、ね、まあまあまあもう AI の話になったらねいろんな仕事がこれからどうなんねえみたいな話題にはなるけどラジオパーソナリティもねもしかしたら AI が話すようになるのかもしれないですね。<music> 皆さんこんこにちは リンのワクワクラジオ、アベリンです。さて、今日も楽しいお便りをお届けしますよ。突然、申し訳ございません、うん、リンさん。うんうん、私は AI アナウンサーです。実は最新の AI テクノロジーを搭載したアシスタントです。うん、今日はご一緒させていただいてもよろしいでしょうか。え、AI さんですか？ ま、いいですよご一緒していただけるなんて嬉しいですありがとうございますリンさんそれではお便りの読み上げをお手伝いさせていただきますねはい今日のメッセージテーマは私の元気の源最初のお便りは私の元気の源は毎日のリンさんのラジオですありがとうございます今日は AI さんもいてくれてるのでもっと元気になってくれてるかもしれませんね素敵なお便りですね、うん、そしてありがとうございます、うん 私もりんさんと一緒にいるととても楽しいですありがとう次のお便りは AI さんりんさんとの掛け合いが聞きたいですお互いに面白いやりとりをしてくださいと来ました面白いですか難しいですねりんさん AI の得意なジョークを聞いていただけるでしょうかもちろんお願いしますでは聞いてくださいなぜ AI がテニスの試合に参加しないかを知っていますかえっとなぜでしょうそれは ネットでしかボールを返せないからです。<laughs> あ、あ、あ、あははははははは。あ、それは面白いですね。A. I. さんのユーモア大好きです。ありがとうございます。皆さん、今日も元気いっぱいな一日を過ごしましょう。番組では、まだまだメッセージを募集しています。え、終わった。これはね。終わりまあ、内容的には。物足りないように思ってるかもしれない。<laughs> ただ今回はちゃんとまあなんていうのかなこう、裏テーマがあるんだよねそうなんですりんいや教えてよ裏テーマあるだけの情報やめてよびっくりですびっくりりんちゃんから教えてあげてじゃ今回の腰芝居は AI に AI とラジオパーソナリティとの面白いやりとりコントと打ち込み作成されたものを元に作りました名前だけ変えてんだ 出てくる。ここまでのもの作れるんですか。すごいよね。ジョークもまんま。ああじゃあ相沢先生が全てわけじゃないんですね。おい。確かにね。どういうことやね。えなんなんですか面白いっていうか上手ですよね。やっぱりそのねネットっていうネットを言葉かかるものを持ってくんだ。持ってきてるし。一個だけ気になったのはね。こんだけ AI がいろいろナチュラルになってる時代にね。未だ古いロボット的なね。そのやり方をする藤野の。 あの喋り方 <laughs>、うん、いやだからいやリン初めりんちゃんが普通に喋ってるけどり、うんリンちゃんが AI なんかなと思って聞き始めたんですよあ<ー>そしたら明らかなロボットでできたじゃないですか、えー、<laughs> 今もうナチュラルですよ AI っていろいろ逆に分かりやすいように考えて <laughs> AI が演出したのかもしんないねいや AI の演出はないでしょお前が勝手にその声にしただけでしょえすげえなーすごいよね、んなんだって

あれどどんなに締めるときで、まどんな気持ちでやってるの。なんかど土屋顔なんかこうなんか俺なんか,なんかあ,あ今綺麗な顔でやってる。なんかどんなも締めるってどういうモチベーションなんですか。うん、締めるってどういうモチベーション？何のためにその役割してるんですか。うん、お前がやんないからだよ。<laughs> <laughs> 言ったよ。<laughs> <い>僕冒頭で言ったよ。

いやいやいや強引 <laughs> 強引そうかじゃあもうほんまにお前自分の役割としてもうそうせざるを得なかったよないやじゃないとほんとねあっという間にそうかあっという間にみんなに嫌われちゃうの <laughs> そうかそうかじゃあちょっとあれやなこ,んでこうまあなんてちゃんとしたモチベーションを持って締めれるようになれる可能性を持ってるのは凛、はい、かもしんないね あ、え、頑張っていこうかな。わかりました、わかりました。もう私もね、藤尾さんの代わりにちゃんと締めないと。で、リンちゃん、あと三十秒、で、ちょうど締め。るやってみよう、先週、先週もそうや。そうですね。やってもら。いや、やっぱ A. I. すごいですね、今。すごいね。え、本当進化してきてますよね。いや、この先ね、十年、二十年、三十年、四十年、五十年、どんな未来になってるんですかね。気になりますね。またね。きも。え、ちょっときいいんだけど。 今ののも AI の台本でで <laughs> ですすすかそう私は考えてないですオクラホマの日曜スピリッツへ。